はキノコを使って節約&低カロリーを極めた焼ききのこの塩だれ丼というのを作っていこうと思います。いつものきのこが何倍も美味しくなる焼き方っていうのも一緒にご紹介しようかなと思います。きのこは食物繊維が豊富なのでお便秘気味の方だったりダイエット中の方も必見です。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。信じでしょうか。そしたらまず椎茸から切っていこうと思います。このね、先っちょもし石突きとかがついてたりしたら切ってあげておいてください。このね、軸の部分と傘の部分をね切り離します。で、椎茸の傘の部分は割と肉厚に切っていきます。で、このね、軸の部分も使っていきます。硬い食感が美味しいなっていうのと、あとすごくね香りが出るんですよね。なのでまあ出汁とかに使うのもいいんですけど、今回は全部入れてしまいます。で、次舞茸です。舞茸はね切らずに手で裂いてってください。結局ね結構ちっちゃくなるので、このくらい大きめに裂いてても大丈夫かなと思います。そしたら次が、しめじです。しめじはねこれはね視聴者さんにね切り方を教えてもらったんだけど、この半分に切って、でこんな感じでギリギリのとこをねこうやって落とすようにしてます。こうするとねもったいなくないですよね。今日はねきのこ丼っていうこともあって、ご飯と一緒に食べるのでバラバラにしておいてください。エリンギ一回傘のところにねこうやって切り込みを入れます。こっちじゃなくて傘の方に入れてください。パックリと割ります。こんな感じで手で裂けます。で、そしたら今度は柄の部分をこうやって端からこんな感じで裂いていきます。なんでこの切り方をしたかっていうと、キノコには不溶性食物繊維と水溶性食物繊維っていうのが含まれております。不溶性食物繊維に関してはこのねキノコのこの繊維っていうのがどうやら大事になってくるみたいなんですね。なのでこの繊維をね包丁とかで細かく崩してしまうと不溶性食物繊維のね意味がなくなってしまうということで、なのでキノコ切るときは包丁はねなるべく最小限で使って手で裂いて使うといいんじゃないかなと思います。いつもこの切り方の説明してるような気がするんだけど、長ネギの、みじん切り方法です。細かくしたい場合はこの切り方で私はいつも切ってます。ネギの半分まで切り込みを入れて、裏も同じように入れていきます。一応私の中で粗くみじん切りするときと細かくみじん切りするときでねやり方を分けてます。だいたい半分くらいに切って、端からね細かく切っていくだけでございます。で、なんでね今回こんなに細かく切っていくかっていうと、しっかりとキノコとねタレをね絡ませるために細かく切っていきます。じゃあこれはね一旦ボウルに入れて、そしたらですねニンニクを使っていきます。ニンニクはねちょっと爆裂入れたいからもう一個入れよう。もうタレを先に作っちゃいます。これね100均なんですよ。100均にね300円くらいで売ってるかな。こういうのない方は全然すりおろしてもいいんだけど、これねめっちゃ楽しい。手でするよりも全然楽だし、100均に売ってるし、ほんとおすすめですこれ。で、しっかりとねこんな感じですりおろせたら、ここに鶏ガラ、塩コショウ少々で、レモンですね。今回ね生のものを使うんですけど、果汁だけで売られてるタイプで全然大丈夫です。あとねごま油を入れるとすごく香りが良くなるので、ごま油を入れてしっかりとね混ぜておきます。最後にね炒めるので、これでねスタンバイしておきます。キノコのね美味しく焼ける焼き方っていうのを動画かなんかで紹介した気がするなとか思いながら思ってたんですけど、今回もね同じ方法で焼いていきます。その方法で焼くと水っぽくならず、キノコにいい感じに焼き目がついて、本当にいつもの何倍美味しいんですかみたいな本当にキノコになるので驚きだと思います。今回はねちょっと時間も計ってしっかりとねお伝えできればなと思います。少しね多めの油を引いて中火で焼いていきます。あとキノコを入れるだけでございます。今回ちょっとキノコがねかなり多いので、なるべくねフライパンいっぱいに引き詰めるような感じで広げていくといいかなと思います。蓋とかはしないで、このままですね、時間を置いていくんでございます。で、絶対に触らないでください。これだけ、本当
はそれだけです。あとはもう本当忍耐力、どれだけ変わらずに見守れるかっていうところ、こういうのが、まあ、今後の人生いろいろ大切になってきますので、まあ、人生経験としてぜひねキノコを焼くときに活用いただけたらなと思います。今だいたい中火で3分くらい焼けましたので、だいぶキノコの型が減ってきているので、ここで1回じっくり返します。そう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 、こんな感じでねめっちゃいい焼き色がつくわけですよ。もらうと分かると思います。全く水分出てないの分かりますかね。抵抗の音を聞いてみてください。ちょっとこう押さえた時にチュルッキュルチュルッキュル言ってるの分かりますか。これこれチュルッキュルチュルッキュル言ってたら抵抗ですね。で一番最後に味付けです。塩と胡椒ね少々振ってさっと混ぜて完成です。ご飯にねうわっとのせるだけ。香りがねすごくいいんです。どうでしょうこれ。そしたらねさっき使ってた同じフライパン洗わずにそのままタレをジャッと入れます。ネギをねそのまま入れちゃうと辛みが出るのでさっと炒めます。焦げないようにねしっかりと混ぜてください。タレは完成です。どうかもう香りがねすごくいい。どうだろう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 、は完成しました。ということで出来上がりました。もうね香りが思います。そしてこの水分を出さないように旨味をこうギュッと閉じるだけでこんなにいつものキノコと変わるんだっていうぐらいびっくりする。このキノコだけだとちょっとね物足りないかなっていうところ、このガツンとしたネギソースがねこれがないといけない。もうこのコンビじゃなきゃやっていけないってぐらい本当に最強でございます。この組み合わせとにかくポイントは触らないっていうことと音ですね。このチュル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 。で今回ね丼にすると約2人前分の量を作ったんですけど、ネギ塩だれとキノコ合わせてこれもね作り置きとして置いておけます。だいたい冷蔵保存4日間目安にね食べきっていただければなと思います。値段も安い食材で低カロリーでできるんだけど、焼き方一つでこんなに満足度がね変わりますので、ぜひ皆様今日のポイントを押さえて作っていただけると嬉しいです。このチャンネルでは料理初心者の方でも簡単に作れるような健康レシピ発信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。インスタ、TikTok、楽天ルームやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。じゃあ終わり。それではまたさようなら。